今日も県内各地で最高気温が25度を超える夏日となりました。夏本番を前に重装備が必要な消防はこの時期から暑さに慣れる訓練をしています。消防で毎年6月から実施される暑熱順化訓練。強い日差しの下、隊員たちは現場で実際に着用する防火衣に着替え、呼吸器など合わせて20キロ以上の装備を背負いながら訓練に臨みました。これから夏を迎えるにあたりまして、大きな熱ストレスが隊員にかかります。そのことから熱中症を誘発する危険性が高くなりますので、このような訓練を実施しております。重装備のまま、さらに10キロ以上の道具を持ちながら踏み台昇降をしたり、5階までの階段を一気に駆け上がりました。訓練が終わると、血圧や体温などを測定、暑さに適応できているかを確認します。疲れました。天気が良かったので結構暑かったので、汗も出ましたし体温も上がっていました。非常に暑かったんですけど、自分の体力などを知るいいきっかけになりました。一方、熱中症患者を搬送する救急隊も炎天下の活動に備え、暑さに体を慣らします。新型コロナウイルスの感染防止のため、上下長袖の防護衣を着用。マスクも特殊なため熱がこもるといいます。これから夏に向けて、熱に強い体を作るとともに、冷却剤の活用ですとか水分補給等を合わせて、この訓練を重ねていきたいと考えています。江南消防署では10月まで訓練を続けていきます。